感じで、今日も今週も、あ、選手やってないか、2週間ぶりにじゃあ、やりたいと思います。はい、お願いします。じゃあタイトルコールの方先いきますか。いきますか。はい、じゃあ初めてやんな。はい、初めてです、ね、初めてやんな、はい、初タイトルコールやんな、初の。はい、じゃあ、で、ジェントリー東京のツッコませていただきます。そんな感じで、やっぱり、もう今何回目、もう少し4回目ぐらいですかね、東京、ジェントリー東京が変わってから、はいはい、今でも、まあ、やっぱり桜木類は出ないんだねって、うん、出るからですね、やっぱり類さんはすごいですね、この近くにいて思うんですけど、へえ、天才ですね。いや、出ないの、類さんどうなるな、出るときは出ると思うけど、もちろん、後ろに、まあそれ後ろにそれもそうやいますね。喋らへんけど、置物やと思ってくれたらね、もう背景で、ね、置物、忙しい、まあ忙しいやろね、ずっとこんなやってるけど。まあ、おとついから2部オープンしてるから、はい、うん、まあなんか忙しそうにしてたよ、いろいろ、ね、2部オープンしてからも、うん、バタバタしてたからね。今もプロデューサーですもんね、レイさんは。そうで、21日にか、アキさんとルイさん昇格祭もあるし、あと、シャカクーヤの、バースデーもあるし、あります、まあ、いろいろ、まあ、バタバタするね、まあ、新年度、まあ、どこのあれもそうやと思うけど、うん、でプラス、ノエルです。あ、ノエルです。よろしくお願いします。はい、ノエルです。まあ、お店に来てくれてる人とかやったら、まあ、何人か分かってくれてる人もいるけど、まあ来たことない人とか、このサイトだけ、まあ、ニコ生、ナイトチューブだけ見てくれてる人とかは、まあ、分からへんと思う、はい、多分初めてだと思うので、うん、今日何するよ、何するよ、今何する、何しますか、ツッコみますか。今日ね、あの割とちょっと酔ってて、はい、酔っ払ってます、酔ってて、はい、酔い冷めてきてるから、体力的に言ったらこういう感じでね、今もう、はい、営業中ピークでしたね、はい、そうで、もしかして今がまだ2部行かなあかんから、ここからこう行くための、はい、そう、ナイトチューブかなって思ってるから。番組タイトルが突っ込ませてたからね。まあでも、もうそこ気にしたら負けちゃう。間違いないですね、もう言ってしまったら、うん、突っ込むなんか突っ込む、あの、俺基本的には突っ込んでない気がするな、あの、まあ、ルイさんがやってる時か、あ、うん、なんかちょいちょい、あの、ちょ、思想強い系には結構ルイさんが積極的に突っ込んでたから。です、ね、はい、そこ以外俺あんま突っ込んでない気してんけど、はい、うん、突っ込むか、何に突っ込む、めっちゃ、じゃあもう一つやん、一つ、あの、分からへんことを突っ込んでも、ただのそれはもう俺らのオナニーでしかないから。あ、ですね、そう。タクシー、タクシーに、タクシーとか突っ込むこといっぱいあるな。ありすぎますね、タクシーは。さあ、あの、あります、あります。天下に突っ込む、天下に突っ込む、天下使ったことないわ。やったら、おと、やったらおとなしく俺タクシーに突っ込むわ、それは。タクシーに突っ込みましょう、はい、あの、一番気になるのが、はい、あの、匂い、あ、タクシーの、タクシー限定で行ったら、あの、臭い、あー、なんかちょっとカレー臭と言いますか、カレー臭もやし、はい、あの、ほんで、まあ、匂いが臭いからっていうの分かってる人も中におるわけやん。はい、います、います。おっさんばかりし、大体。で、車の芳香剤みたいな、あーの匂いがきつすぎて、もう匂いもきついですよね、大体そういうの臭いの、個人タクシーやから。そう、で、あの、まあ、東京はあんまないねんけど、はい、大阪のタクシー、はい、もうやたらスピード出すやつ多いよ。あ、なんかもうとりあえず車間距離詰めていって、はい、もう車線変更しまくって早く行ったらいいみたいな。で、基本的には乗り物酔いするから、はい、乗ってもう2分ぐらいでもう乗り物酔いしてんねん、はい、
で、なんでこんなこいつら行き急いでるんやろみたいな、はい、別に着く時間一緒やねんから、はい、ゆっくり安全に行けよと、うんうんうん、思うねんけど早く行くんで早く行くんで、いや、なんか思ったのが、まだ日向さんの話でしたら、うん、なんか場所までの最短ルートの距離、あの道のりが分かってる体じゃないですか、うん、まあ、あの乗ってちょっと前に進んでから、そこってどこでしたっけみたいな、どうやって行けばいいですっけみたいなっていうのとかが一番辛くないですか。それ東京語なの、それはナビ搭載みたいな。あ、自分あ、はい、すいません、沖縄だったので、はい、初回で携帯触る嫌いです。携帯嫌い嫌い、全然俺いいけどな。あ、いいんですか。全然大丈夫、うん、なんか触って忙しいんやなぁ思て俺も携帯いじろうかなちょっとラフな感じで、そう、ね、なんかまあどっちかや、ほんまに用事があるのか、この後用事があるから携帯いじってるのか、ほんまにおもんないから携帯いじってるみたいな、うんうん、それこそ今日初回に来てた女の子そういう話になって、おもんないホストとか来たら私は携帯いじるみたいな、はい、どんだけ別に LINE が溜まってなかろうが、はい、あろうが私は携帯いじるみたいな話してて、はい、まあでもそうじゃそうやねみたいな、まあ、ですね。逆にキャバクラ行って誰もつかなくて、うん、シーンってしたら触りますね、うん、いや、それは触るわ誰もついてるんだったら一人で喋っててもただの頭おかしいやつやからそれは触るけど、うん、いやでも逆に自分はもう自分もし初回じゃなくても全然指名でもヘルプでも嫌ですね。携帯触られるのは携帯嫌ですね。携帯まあでもしゃあなくない、もう初回でされて嫌なことは、うん、飲ませる感じ嫌だな、めっちゃ嫌い、飲むし、あ、言われんでも間違いです言われんでも飲む、うん、で、グラス持って行って、あ、私作るみたいな、はい、でも、アホみたいに言えるやつおるやん、はい、はい、いますね。いいねんけど、それはそれで全然、優しいなと思うんですけど、じゃあ飲めよ、みたいな、はいって何年なりますね。一回6杯ぐらい俺飲まされたことあって、いやー、いや、その時はもう勝手に席外れた、いやもう無理と思って、うん、飲むなら飲むけど、飲むし飲ませるし、はい、です、いやもうそこやん、うん、ホストって大変だね。ホスト全然楽勝楽勝、うん、でもなんだかんだ楽ですよね。この楽しませるっていう分には難しいところありますけど、はい、楽しんでできますね。ひなティウェイウェイこれちょっと個人的にちょっと面白いと思ったホスト楽しい、めっちゃ確信に迫ってくるやん急に、うん、楽しい、楽しくてホストしてる人もおれば、うん、や、まあ楽しくない人も中にはおるんじゃない、やっぱりそれは、うん、どの仕事もそうやと思うけど、うん、ホストについて突っ込んでみてどうしますか。今日もいいんちゃう、もうなんかさ、いつも言ったらちょっと気張って、はい、こう言っていいライン言ったらあかんラインみたいな、はい、ありますあります、結構考えたりするんだけど、はい、もういいっしょ、うん、なんかほんまになんかその、まあ、俺を知ってくれてる人とかだったら分かると思うけど、はい、めっちゃ適当やん実は。まあまあまあそう、はい、別にこれ俺なんか言ってネットがあれようが何しようが別にどうでもいいねん、はい、まあうんいいね別に。そう、ここにぶっちゃけを聞きに来てる。ぶっちゃけでも何のぶっちゃけかにもよるやん、じゃあめっちゃ俺がすごいこれはやばいっていうことを言っても、そう、気になってる人からしたら、見てる人からしたら別に何も関係ないみたいな、はい、なんか、あ、そんなことみたいな、で、多いやだし、もうホストについて突っ込んでみてに関してはもうアバウトすぎな、ルイの秘密、ルイの秘密はそれはな、言われへんわあったとしてもあったとしても言われへんわそれは、LINE、うん、で聞くしかないですね。それはもう、本人に聞いて、はい、もうで、結構あの人、プライベート謎なとこ多いから多いですね、うん、てかみんなそうかな、ホストってそういうの多ない意外とプライベートは、うん、みんな分からへんもん、結構何時間も一緒におるけどいろんなこと喋ったりするけど、うん、分からへん何してる、それこそその休みの日とか何してるのかなとか。休みの日、日向さん何しますか。俺は家おる、ずっとゲームとかしますか。ゲームしかしないよ。あ、ゲームしかしない、うん
自分は前まではゲームしたんですけどね、携帯とかも触ったりとかしたんですけど、最近寝ることが多いですね。いいね。家にいない時は何してる？遊びに行ったりとか、ってかあの家にいない時、従業員で遊びに行くことが多いかな俺は。うん、で前とか、まあ、結構前やけど、それは、まあ、ライの実家行ったりとか。実家ですか？そう、ライのおかんのお店の中に飲みに行くっていう。そう、急に。え、それ行って帰ってこれます？1日で。え、全然ライの家に泊まった。あ、うん、泊まって帰ってきたけど、そう、急に行った。あの急にライのおかん電話して、今から飲みに行くから、そう、その時ミナトとかおってんけど、飲みに行くから今日行ってて。そう、それはそれで楽しそうですね。そう、行ってて、そう、で、その後で、まあ、レンタカーで行ってたから、うん、で、行って、ライン地で寝て帰って、で、帰り、なんか、その静岡のなんか高速のインターチェンジみたいなところで、なんかご飯食べたりとか、はい、写真撮ったりとか、なんか、ちょっと学生みたいなことをしてた。レンタカー借りたいですね、行きたいですね。結構多いよ、大阪の時からもそうだった。レンタカー借りてどっか行ったりはしてた。うん、でも、みんな付き合い悪いから。そう、いや、思うね。付き合い、じゃあ新人の意見言っていいですか？うん、別に行きたくないからとか気まずいからとかではなくて、うん、このなんて言いますか、うん、私行ってもいいのかなみたいな、この遠慮する感じ。いや、そこじゃない、俺思うねんけど、はい、絶対俺先輩に誘われて絶対行くで。あの、あるんやけど、たまに、はいはい、飯食った後にご飯食べに行かへんとか。あ、食われへんけどめっちゃ腹減ってるんで行きましょうみたいな。あ、全然行く、絶対、俺絶対行く、それ呼ばれたら。何があっても行く。まあ、何が、まあまあ、まあ、そのまま無理な時は無理だけど、行ける時は全部行く。それこそ昨日なんですか？昨日？昨日は知らん。昨日ほぼ記憶ないから。うん、昨日はほんまに分からない。全然分からない。今なんでその昨日っていうワードを言われたのかも俺分かってないから。そう。ただ、まあ、あの湊と俺が、クリスがすごい目の前で怒られてる時に、ちょっと俺と湊がクリスに肛門を見せるってことしかしてないけど。勝手に脱ぎ始めるし。うん、しかしてないねんけど、うん。楽しかったですね。あれはあれで、まあ、しゃあない。東京来て一番笑いました。いやね、ダメやねん。やっぱ酔ったら、人って。ほんまにあのお酒の失敗したことある人は多分分かると思うんやけど、はい、あのすごいやん、お酒の失敗する、まあ、昨日失敗のうちに入らへん、まだまだ入らへん、ただ楽しなってやってただけやと思うし、うん、朝起きてびっくりしたけど、はい、朝言うてももう夜か、はい、え、家めっちゃ寝ちゃうんですよ、そういうことなんてみたいな、もう、はい、そう、なんかソファーがトイレの目の前にあったとか。あれ、あれ言い始めたの日向さんですか？すごいわけ分からへん状況やったから。そう、で、誰も片付けへんのかいみたいな。せめてその通路邪魔になるからちょっとこう寄せてくれるとかあったんかなんだけど、そう、誰も片付けない、うん、そう、湊がラップでぐるぐる巻きにされたりとか。そう、別にそれはまあいじめとかではないねんね、それはまああの許容範囲、はい、なんならやられて笑ってる、うん、ある意味あの営業界の方がおもろいかもしれへん。あ、面白いですね、このお店。面白いです、面白いです。このお店、うん、面白い、なんかあの、そう、ちょっとあの上の人怖いやん、やっぱ、うん、すぐ怒られるから。そう、めっちゃ怒られんねん。何も言われへんしね、うん、うん、だから、アキさんとかも、ルイさんも、なんならルイさん、でも東京来てから優しになったよ。あ、で、聞きますね、聞きます、聞きます、聞きます、ほんまに、ほんま、マジあの、大阪の時代がわからないんで、まあ、あの、まあ、今更言っても違う、もう全然違うから、ほんまに180度違う。どうだったんですか、その、え、全然俺、はい、大阪の時ってかクソ生意気やったから、はいはいはい、もうなんか言われて言い返すみたいな、はい、もうここ怖いのみたいな、いやいや、それは俺でしょ、はい、めっちゃもう食いついていきまくってたから。そう、もう営業中に一回ルイさんが思いっきりトイレの目の前でビンとされたことあるし。全然ある。ほんまにあるよ。そう、今となっては笑い話ですか？今となっては笑い話だけど、もうそんなんばっかで、営業終わり、まあ、今やから言えるよ、今やから言えるけど、はい、社長、副社長、まあ、当時の部長、はい、で、当時の次長、ルイさん、5人に囲まれて、はいはい、お前もう辞めたらって詰められたこともある。あ、
これの理由は聞かない方がいい。この理由は、いや別に全然聞いても大丈夫やねんけど、別になんかそのほんまに爆弾したとかそういう理由ではないから大丈夫やねんけど、そう、囲まれてめっちゃ怒られるって。はい、そんな感じで、ね、じゃあ1回ちょっと CM いきますか、はい、じゃあ CM どうぞ。どうぞ。ばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。そんな感じでね、まあ、そういう時もありましたね。じゃあ、うん、自分が詰められた話していいですか。詰められた話するんだ。全然もうバンバン言ってるやつなんですけど、うん、このゲンズグループの沖縄でやってた時なんですけど、もともと沖縄でやってたから、はい、沖縄ジェントリーで、はい、その時にも初めてナンバーワンを取れるか取れないかぐらいの、うん、締め日ギリギリまでわからないみたいな、うんうんうん、っていう争いの中で、その大体分かるじゃない、このベル順番によって、この勝った負けた、それあるかな、はい、それで負けた瞬間に壁をバーンってやったら、カオルさん分かりますか。分かる分かる分かる。カオルさんにバーンって詰められて、はい、マジ、はい、でその後の話を聞いたら、うん、カオルさんも詰めすぎて自分が泣いて、それで気まずくなりすぎて3部行ったっていう。そういうあの小足系で言ったら、大阪の時にの人が酔っ払って集合やって楽しなりすぎて、はい、まあ、VIP があるんやけど大阪は、はい、まあ、個室っていうか仕切りがあって、はい、フロアと、でその VIP 自動ドアやねんけど、楽しなって酔っ払ってそのすりガラスに突っ込んでいくっていう。何ですか。その突っ込んでいくねん、酔っ払って、これ突っ込んだら割れるから言うて、バーン突っ込んで割れて。そう、すごいレジェンドがおったから、酔っ払いの、ただただ頭、そう、ただその人めちゃくちゃかっこいい。へえ、今まで見た中でも多分ほんま1位2位ぐらいのかっこいい人が、クソかっこいいけど、酔っ払ったらポンコツすぎて。ほんまにヤバかったから。それがシンさん。シンさんはそんなことしたら多分今副社長じゃない。シンさんはもう、あの人はもう怖かったから、俺はずっと半年ぐらい一回も喋ったことない、入店して。ああ、うん、それぐらいのオーラは出てますね。まあ外見的にさ、いかついやん。いかついっす、いかついっす。短髪で、はい、ヒゲ生やして、はい、ちょっとちゃう系の人なのかなと思ってたよ。ずっとほんまややこしい系の人やと思ってて、もう挨拶だけ、はい、おはようございますの、はい、で、そっか半年で2部移動したから、はい、その時にその2部の人と方が仲良かった、1部の人間より。はい、で少年のように分かってる、笑ってる副社長を見た時に、はい、あ、この人も人の子なんやなみたいな。そこからですか。そっからこう話すようになって、うん、で、まあ、いろいろ大阪でめっちゃ今よりクズやったから俺、はい、まあ、撮影ブッチとかしまくってて。そうで、ね、副社長電話で無言の30秒っていう、俺の中ですごい記憶のあるんやけど、クソ詰められて営業中に。で、どうすんのって言われて、ほんま次から司会しますって言ったら、その1分、約1分ぐらいほんまずっと無言。これはわざとの、まあほんまに切ったのかな思った。耐えきれへんすぎて切ったのかなって思った。そう、だから結構俺めっちゃ怒られてるで。まあ今でも怒られるけど、なんかあんまり言えないですけど、ぽいだろうなっていう。めっちゃ怒られてた、ほんまクズやったもん。へえ、うん、言われたことせえへんし、そう。好き勝手やってたから。うん、今考えようクビにならんかったなって思う、うん、てか多分こんなに
藁がついてるのもあんまりないですよね。だってでもちゃんと残ってるのがマジで偉いよね。そう言ってもらってありがたいね。うん、ワイル君、沖縄って感じないね。沖縄ですね、出身は。はい、ここ2ヶ月前ぐらいですね。ナスのバースデーぐらい。そうやっけ、あんま分からへん。2ヶ月前ぐらいに東京来ました。でも今年からやもんな、やってるの。はい、今年からです。みんな辞めるでしょ。だから当時の大阪は従業員9人ぐらいしか来らへんかと。あ、沖縄も、沖縄も10人、9人でも周りあれ、他の4店舗あったからその、は15人とか、おって、で、2部のメンバーだけ9人とか、で、毎日ルイさんとかが10択とか書かしたりすんねん。でその時に指名本数100本超えてる人が3人おったから。100本超えてる人が3人。そう。で、9人ホスト、キャスト無理やん。絶対無理ですね。無理やん。絶対無理やん。普通に単純計算で合わないです、ね、で無理やん。普通に、はい、普通に無理やん。普通に無理。ほんまに初回とかの人も電話とかかかってきても、うん、すいません入れないんですよ。うん、で、なんか5回電話してやっと入れたとか。なんかわけわからんお店やって、うん、そう、ほんでなんか全員個性的すぎやし。そう、いやでも大阪のゲンズグループ一回は体験行きたかったですね。今いろんな話聞きますけど、もう行かんほうがいいよ。ほんまに人変わる。大阪だから。大阪ってそんなにすごいの、すごいっていうかも、大阪がすごいっていうよりは多分その大阪でこのまあゲンズグループ大阪のね、大阪支部って言ったらいいか分からへんけどの従業員の人たちがもうクレイジーすぎた。上下関係はどうなんですか。上下関係、まあ、まあ親しき中にも礼儀ありっていう、まさにそのこと。全然めっちゃディスってたし、そうめっちゃ言ってたけど、まあ後でしっかりな、そのまあ冗談と冗談じゃない範囲内とかもあるわけやん。そのいじるにしても、そうだ、その辺はやっぱ一線越えたらあかんとか越えたらあかんけど、でもなんかもういろんな、まあ、やっぱ人から話聞くじゃないですか、うん、まあ頭悪いなというか。大阪、はい、いやもうそもそもルイさんがちょっと一番ぶつかったから。もうはい、ルイさんがまず、うん、うちの今プロデューサーが、うん、まあその昔の話をするのルイさん嫌がるから、はい、あんませえへんねんけど、はい、大阪はノリがやばそう。やばい、やばいけど、でもこう多分見てくれてる人とかホス、まあ、いわゆる世の中の言葉で言うとホス狂いの人たちが経験してることは多分どこでもそうやと思うから、うん、なんか多分ノリがやばそうですけど、やばいぐらいがやっぱハマりませんか今のこのホストの行く子って。普通すぎてもつまらないですし、それはもちろんそうやと思うけど、ホス狂いや。みんな見楽しそう。まあでもルイさんのね、ルイさん話はちょっとマジで引くと思う、うん、これ見てる人が、まあ、大阪から知ってる人とかやったらまだ言っても大丈夫と思うけど、東京とか、まあ、このニコ生でしか知らないっていう人からしたら、まあ、あのイメージダウンがやばいから。そう、そんなまあまあまあ確かに確かに、今ならゆるもうごじってるやん、うん、コメントごじってるやん、もう絶対。そう、これ見れないんですかね。そう、バグってるのこれ。南中洲、中洲でも逆に楽しそうやけどね。でもなんかあー中、うん、福岡も楽しそうですね。まあどこにでもあるからね、うちのグループ、ゲンズグループは。すごいっすね。東京、北海道、名古屋、大阪、福岡、鹿児島、沖縄、台湾、うん、日向目が、ちょほんまにね、もうダメやねん、もう目悪いから、もう全然コメント見えへんし、目悪いから、ほんまに全然見えへん、俺 も, もうこの距離でやって見えるぐらいから、全然見えへん。どういうきっかけで移動するの。移動、この従業員がってことですかね。俺でも、結構割と大阪が、で、もうやりませんって言ってか、もう移動したいです、うん、今のお店で働きたくないって言って、うん、言ったらあかんと思うけど、絶対これ多分あの上の人に見られてたらもうあとめっちゃ怒られる、しばかりですね。あと言っていいこと言ったらあかんことあるやろって言われるけど、
東京、まあ、東京でも住んでみたいと思うよ、やっぱり。思います。はっきり、まあ、田舎もんやから京都やし。正直自分もそれで来ました、うん、で、まだね、その都市も行ってないから、うん、もう最悪も芸能人とワンチャン何かあればいいかなっていう。そう、もうそこしか考えてなかったけど、それ、まあ、でも芸能人に会えるかなは考えますね、うん、東京楽しい。逆に沖縄行きたいですってのもありそうだよね。俺はないな。旅行やろ、沖縄は。沖縄2泊3日ですね、うん、一番ベストは2泊3日。そういうこと考えてるんだね。考えるわ、結構真面目やで俺。真面目なんですかこれは。俺結構真面目やで、うん、まだは日向さんの真面目なところはあんまり見たことないですけど。いや、なかなか真面目やで俺ほんまに。みんな頑張ってるんだね。頑張ってるか、まあ、どうなのかな。沖縄どこ遊ぶスポットですか。なんかあのエピカっていうクラブの上にあるんですけど、なんかジェントリーっていうお店が、はい、沖縄の。そこはもう、はい、イケメンがいっぱいいるんで、そこにも、はい、ゲンズグループの、はいはいはい、なんすか。こういうところ沖縄ジェントリーね。え、1店舗だけ2部はやってない。いや、1部がジールで2部がジェントリー。あ、2部がジェントリーってことね、はい、ジール、ジール、ジールが1部ってことね。1部。なるほど、全然分からへん。結構人数も多いですし、うん、パッと見イケメンが多いですけどね、沖縄も、うん、でもやっぱ東京の人たちはなんかオーラがすごいなと思います。東京、歌舞伎町、歌舞伎町すごい、うん、行きたい、ほほんってしてそう。うん、まあ、約束守らへんって言うからな、まあ、待ち合わせ時間に来おへんって言うの、沖縄の人は。待ってください、約束守らへんはおかしくないです。え、もう一緒やろ、時間守らへんのと約束守らへんの。いや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 、え、もう1分前思わんで、アピールしとかん、大丈夫。アピールですか、いいんですか。じゃあ時間はちゃんと守ります。はい、何ですかね、沖縄、沖縄なんですけど、のほほんってしたい方はぜひ東京ジェントリーに、はい、来てください。待ってる、待ってるんで、はい、レギュラーなので、はい、ぐらいですかね。のほほんと最近思ってんけど、あのジェントリー東京のメンツってアドリブに弱いの。最近思って、それはもう、うん、なんならこれ番組が始まる前もいきなり20秒ぐらい前に前振りとかもいろいろ教えてもらったじゃないですか、うん、それも怖い。一切何も言ってない。俺も聞いてないよ、ルイさんに。あ、とりあえず、あ、来月からジェントリーやるからもう言っといてねって言われたから、まあ、そんな感じでもう終わるし、うん、さよなら、さよなら。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにすがる、笑っていたろう、さっきまで伝え込んだ仮面をやめ、腹くだり紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。